はじめまして。こんにちは、こんばんは、おはようございます。サンミュージック名古屋所属の早川奈緒です。本日は TikTok でよく質問をいただくアイメイクのやり方について YouTube を撮っていけたらと思います。もう早速ですが、スタート。今がベースメイクとか、アイメイク以外が全て終わっている状態です。アイメイクやっていきたいと思います。こっちの目に、重点というか、こっちを見やすくやっていけたらなと思いますので、ズームしまして。ぼやけてる？ OK、OK。はい、それではやっていきたいと思います。まずですね、いつも、それこそたまに突っ込んでいただけるんですけど、涙袋に重点を置いたメイクをやっぱり多くしているので、上のアイシャドウはあまりしません。本当何色でもいいんですけど、とりあえず2つ重点がありまして、ベースを塗ってから目頭と目尻だけ締め色としてちょっと濃い色を置く。それだけでございます。というわけで、今回はですね、上の方は、ユーアグラム、ブルーミングアイカラーパレット01番の、こちらの上の色をベースに塗って、こちらの締め色を、ここ、目頭と目尻の部分に置いていけたらと思います。で、その後で涙袋なので、まずその2つを塗っていきます。塗れた感じがこんな感じです。こっちが塗った方でこっちが塗ってない方なんですけど、こことここに締め色、ここだけ薄い茶色。こんな感じですね。で、あ、濃い方の色をちょっと言い忘れたと思うんですけど、これ薄い色、これ濃い色。で、真ん中のこの白い、ちょっとキラッとしたやつを、若干目頭にちょんってしてます。で、両方塗れたらこんな感じです。で、真ん中のここの部分にたまにキラキラとして、アディクションザアイシャドウ067番を今回はちょっと細かいキラキラなので、こちらをちょっと軽くだけ塗ったりします。そして涙袋のメイクに移っていきたいと思います。涙袋はですね、まず何もしてない状況がこんな感じです。とりあえず、アイシャドウから塗っています。コンシーラーはなしです。まず、マジョリカマジョルカシャドウカスタマイズアイシャドウ BE286。ついちゃんが使ってるって言ってた、こちらの、やつですね。こちらを指で全体的にもうゴシゴシ塗っちゃいます。ゴシゴシ。とりあえずゴシゴシ塗っちゃう。いっぱい、できるだけ塗る。とりあえず塗る。でですね、上のアイシャドウもそうなんですけども、上のアイシャドウも、細かいところ以外は私は結構指で塗ることが多いです。指の方が馴染む気がして結構指で塗りますね。はい、これぐらいですかね。とりあえず塗る。そしてペリペラ S リキッドシャドウ12番ピンクバニラ。これは結構何でもいいと思うんですけど、私自身も結構違うやつとかでも結構使えますし、こういうキラキラをですね、とりあえず似たようなのを代用していただければあれなんですけど、目頭のここ、黒目前あたりぐらいまでかなに、ちょん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 と。こんな感じですね。これだけで結構目がうるうるに見える気がするので、黒目までにこちらをつけます。こんな感じですね。で、やっとアイラインに入
入ります。エスプリークのなんとかブラウン適当ですいません、ね、とりあえずそのブラウンを私は目頭までこうピーって1本で引いたら目尻まで引いたら目尻から眉毛の端っこに向かって跳ねてます。はい、アイラインを引いたらこんな感じです。あー、ピントがもう眉毛のとこに向かってもガーンって引いちゃいます。で、さっきのリキッドのやつじゃなくて今から使うケイトレアフィットジェルペンシルライン、レアフィットジェルペンシル BK1 番、こちらのジェルライナーもすごい使いやすくて、これ1本でもアイラインは全部いけるかなって思います。だからこっちの上のラインもこれで代用してもらってもいいかなと思っております。はい、そしてですね、こちらが今から登場するんですけど、こちらをまずこっからここまで多分アイライン上のラインが引いてあると思うので、ここをくの字に、でも切開ってわけじゃないんですよ。目頭切開のラインを引くんじゃなくて、ここのくの字に、説明下手やな私、とりあえず一回やりますわ。はい、とりあえず一回やったんですけど、ここのくの字でも切開をしているわけじゃないんです。ほら、こっちがやってない方、こっちがやった方なんですけど、ここにくの字に黒いの入ったの分かりますか。これを入れた方と入れてない方だと目力が全然違うと思うので、これをまず引きます。はい、そして両方ここのくの字を引いてこんな感じです。で、ここが結構空白が気になるので、先ほど上のところでここの締め色に使った暗い茶色を細めの筆手じゃなくておでこでやるっていうね、はい、こんな感じの細めのどんな筆でもいいので細めの筆に取ってまっすぐ、見えるかな、これ見えてますか。いきます。もう自分の目のラインを一度無視してまっすぐ入れます。ここではちょっと浮いてても大丈夫です。一回まっすぐこうやって入れて、そしたら自分の目とのここの間の部分を埋めます。だから線は出てるけど、でも隙間はないみたいな。うん、とりあえずこうやってやっていきます。で、下のラインができたらこんな感じです。わかるかな？はい。で、涙袋の影を描きます。この影も正直私日によって違うので何でもいいんですけど、例えばケイトのダブルラインエキスパート BR1 番、 LB1 番みたいな、こちらが薄い影描くようなやつなんでこれでもいいですし、 U 字グラムリキッドアイブロウの薄いやつとかで描いたりもします。今日はこのダイソーのこっちの方で BR1 番でとりあえず涙袋の影を描きます。私は結構そのベースのちょっと薄い線があるので、こちらをどうだろうな、黒目の端ぐらいまでですかねに引いていきます。後でぼかせばいいのでとりあえずググッとこっち描いてこっち描いてない、こんな感じですね。とりあえず一旦描く。うん。形的には結構真ん中が一番ぷっくりする感じですかね。で、こんな感じで描きます。
で、まつげを今からやるんですけど、それをやってからバランスを見たらいいので、とりあえずビューラーでまつげを上げていきます。まつげを上げたらこんな感じです。とりあえず根元から私は結構グイッと上げることが多いので、上げます。上げます。そして、下地。下地もマスカラも最近はエテュセのものを使っています。とりあえずベースがエテュセアイエディションマスカラベース、かっこまつげ用化粧下地。こちらがすごいコーム型なので使いやすくて、こちらを上と下全体的に塗っていってまず乾かします。はい、でまつげ下地を塗った感じがこんな感じです。下地だけでも結構あのまつげの存在感が出るので、とりあえず乾きましたら次にエテュセアイエディションマスカラ01番、こちらがですね、本当はまっすぐなんですけど先端をちょっと折っちゃってあの折っちゃったんですけど、細いブラシなので塗りやすいので、とりあえずこれをまた全体的に上と下塗っていきます。マスカラを塗り終わって最後がこんな感じです。アイメイクはとりあえずこんな感じでいつもやっております。はい、いかがでしたでしょうか。ちなみに今日はカラコンをつけていまして、エレベルのリュクスオリーブという色をつけております。本当はカラコンつけずに行こうかなと思ったんですけど、ノーマルカメラということと私の飼い犬であるハリーがですね、ちょっと箱をかじりましてちょっと悪くなりそうだったので、早めに使いたくて今日はこれで行くことにしました。きっと TikTok から飛んでいただけた方も多いとは思うんですけど、 TikTok やインスタもやってますのでぜひフォローしてみてください。この動画がまた見てね、見返してください。ではぜひみんなもやってみてください。バイバーイ。